一般的なロッカー貴重品ロッカーロッカーとは衣類、靴、清掃用具、スポーツ用品等を収めるための収納家具の一種。鍵がかけられる製品が多い。企業や学校などでは衣類や靴、清掃用具等を収納するために利用される。ロッカーのある部屋のことをロッカールームという。ロッカーはその機能によっていくつかの種類があり、またその各々ので利用される形態も異なる。 構造としては、本体や扉は、プレス加工の板金でできているものが一般的に見られる。古い銭湯では、木製のものも見られる。ロッカーには、鍵が付いているものも多く、施錠することで所定の鍵以外では開けることができず、内容物を守ることができるようになっている。企業では、資料や、在庫や部材などの持ち出しに許可制を敷いている物品を保管する用途にも使われる。 鍵は、金庫などに比べると比較的簡単な傾向があり、タンブラー上でも、建具などでは5ピン以上の複雑さを持つのに対して、ロッカーでは3から4ピンであったり、あるいは数桁程度の暗証番号のみであったりする。ただし、近年では、カード式の施錠機構を持つ製品も発売されている。施錠できる収納としては、ロッカーの他に机やタンスなどの引き出しや、金庫などもあるが、 ロッカーは通常複数人によって使用されることを目的としているため施錠できる区画が複数並んでおり、また通常は固定して使用される点で手下金庫などとは異なる。一般にロッカーには金庫のように本格的な防犯機能や内容物を火災から守る機能もなく単純に盗難を防いだり無関係のものに、 内容物を見られたりしないようにするために利用される。ただし、貴重品保管用の防犯機能を高めたロッカーも販売されているほか、不審物が置かれることを防ぐため公共施設等に置かれるロッカーには透明あるいは半透明のアクリル製扉を取り付けた製品もあるなど多機能化している。コインロッカースイカ、パスモ多用のキーレスロッカー液の IT ロッカー使用薬款の一例コインロッカーは、硬貨の投入によって施錠される機構が搭載された、ロッカーで荷物を預けて行動したい人が多く集まる大型の公共、商業施設や繁華街の屋外などに設置されるもので、ある。有料式のほか、美術館、博物館等では利用開始時に投入した硬貨を荷物の取り出し動機に返却する無料式のものもある。 有料の場合にはロッカーに自動課金システムが搭載されており、荷物を預かるサービスを提供する一種の自動販売機ということになる。主に、鉄道駅の構内や駅前に設置されている例が多いが、百貨店やスーパーマーケットなどの小売店の入り口や公衆浴場の脱衣所などに設置されている場合もある。これらは手荷物を一時的に保管するという機能を提供する。 もので観光客など旅客が着替えや洗面具などのかさばるがすぐには使わないものを預けて身軽な状態で観光や用事を済ますことができる。日本のコインロッカーでは使用できる効果は一般に100円効果であることが多いが一部機種では50円効果となっているものもある。また買い物などで買った品物を持ったままさらに買い物を続けるのは難しい状態で 購入した物品を一時的に預けるためにも利用される。通信販売で取り寄せた品物を自宅以外で受け取る用途にも使われるようになっている。会場はインターネットで送られてくる暗証番号で行われる方式もある。コインロッカーは荷物のサイズに合わせて大小のロッカーが用いられ、大型のコインロッカーの場合にはキャリーバッグかスーツケースか、 ゴルフバッグかなど入れることのできる荷物の大きさの目安が表示されることもある。なお、大型のコインロッカーにも入らない大きさの荷物を預けておきたい場合には手荷物預かり所やトランクルームなどが利用される。コインロッカーには設置者により薬管が掲示されているので利用の際にはそれに従うことになる。コインロッカーを利用するには、まず荷物をロッカーの中に入れ扉を閉める。 次に、コイン投入口に指定された金額の効果を投入する。これによって、ロッカーを施錠して備え付けられた鍵を抜くことができるようになる。荷物を引き取るときは鍵を元の鍵穴に挿して回せば、扉が開いて荷物を取り出すことができる。有料のコインロッカーの料金は、ロッカーのサイズによって異なり、大きいサイズほど料金が高額になる。 また単位時間に対して料金が設定されており、1日単位でロッカーを貸し出すものが多いが、近年は6時間単位などより細かい時間に設定されている場合がある。1日単位の場合は午前0時、それより短い設定がされているものは預けた時間から数えて設定時間を過ぎると延長料金が発生し、その場合は荷物の引き取りの時に延長料金を ロッカーのコイン投入口に支払わなければならない。なお、通常、連続使用には上限が設けられており、一定の使用期限が定められている。最近では、携帯電話の番号を鍵代わりに使用し、荷物の受け渡しや、郵便小包みの受け取りにも使用することが可能なコインロッカーも存在する。また、電子マネーを用いて、利用料金を決済し、 その電子マネーを鍵としても使用するコインロッカーも実用化され徐々に増加中である。一部の鉄道駅ではその事業者が導入している電子マネー対応の IC 乗車カードを利用できるコインロッカーがある。無料のコインロッカーには使用時には効果を投入する必要があるが荷物引き取り時に投入した効果が返却されるようになっているものが多い。 このようなコインドッカーは保証金式、返却式、返金式、リターン式などと呼ばれている。収益目的ではなく、もっぱら盗難防止のために設置される。この場合、荷物を預ける際に支払う効果は、デポジットの意味合いを持ち、鍵を持ち去るいたずらも防止する。これらは入場料を支払って利用するような施設で主に使われる傾向がある。原則的に、 現金や貴重品などは、盗難などの問題が発生した場合に、設置者側では管理が難しく、責任を取れないため、利用約款などで預け入れが禁止されていることが多い。これはロッカーが勘弁な鍵しか持たず、また、ロッカー自体もあまり強固ではないことから、こういった物品を守る機能がないこと。また、貴重品などが預けられるようになると、これらを狙って、 ロッカーが頻繁に破壊されるようになることが考えられるため、これを回避するという意図もある。一般的に利用薬款では、以下のような物件について、コインロッカーでの保管を禁じることが多い。なお、こういった禁止物を預けて事故が起きた場合や、あるいはロッカー側が汚損された場合には、警察への届け出を実施したり、利用者に所定の罰金を課すことを掲示しているロッカーも見られる。 またそういったものを入れられるのを防ぐのと防犯上の理由から監視カメラが設置されていることも少なくない。利用薬管には現金や貴重品が預けられ、盗難などの問題が発生した場合などについて設置者は免責される旨の情報が含まれていることがほとんどである。一般的に利用薬管では以下のような場合について設置者は免責されるとしていることが多い。 通常、コインロッカーの利用に関して定められた薬款には連続使用の期限が定められている。この期限を超過すると設置者が薬款に従ってコインロッカーから荷物を回収することになる。その後、荷物は法令及びコインロッカーに掲示されている。薬款に従い処分される。実際には薬款そのものに一定期間経過した場合には預けたものが、 荷物の所有権を放棄したものとみなす条項が含まれていることが多く、食べ物などの場合を除いて荷物は回収後に設置者の元で別倉庫等で一定期間保管され、その期間が過ぎると処分されることになっている場合が多い。なお、利用期間中は常時施錠されているが、コインロッカーに保管されている物件が、契約によって保管の禁じられている物件に該当する疑いがある。 場合には設置者は会場して物件を確認した上で別の場所で保管したり廃棄できるとする条項が含まれていることが多い。コインロッカーの中に生後感もない赤ちゃんを置き去りにする事件も日本では過去幾度となく発生している。1976年の上野駅の例では7件の遺死亡事件が発生している。これは保護責任者遺棄罪にあたり、 犯罪行為であるため、警察が介入する。裏取引で違法な物品の受け渡しなどにも、利用されたケースもあるため、このあたりが複雑な鍵を取り付けがたい理由とも、なっている模様。コインロッカーは、国際テロに利用されやすいとされ、近年の用人来日時は、ゴミ箱と共に使用が停止されることがある。2010年の APEC 首脳会議では、 首都圏鉄道路線すべての駅のコインロッカーゴミ箱だけでなく一部の駅では自動販売機の使用も停止されている。2019年の G20 大阪サミットでも大阪府内鉄道路線すべての駅と近畿圏を中心とした府外の使用駅で同様にコインロッカーゴミ箱等の使用停止の措置を行っている。このような犯罪対策として近年では コインロッカーの扉の部分を透明あるいは半透明にした製品も普及している。大型のスーパーマーケットなどでは庫内に冷蔵機能を付加したコールドロッカーが設置されていることもある。一例として、渋谷光へのシンクス地下3階にある冷蔵ロッカーは IC カード決済機能を付加されている。また IC カードロッカーでありながら鍵で 施錠解場できるタイプなので停電時でも利用者は荷物を取り出せる。宅配ロッカーは1990年代より宅配便と通信販売が発達した日本で見られるようになったシステムで、これらは部外者は入り口エントランスまでしか入れない分譲マンションなどに設置が見られるが一般家庭用のものも登場している。旧来の家庭では誰かしら家にいることが多く、 たとえ小包罪が届けられても、その誰かが受け取ることができた。しかし、各家族家やリンクスなど、日中には、不在となりがちな家庭では、家庭向けの荷物を受け取ることができない。集合住宅で終日管理人が常駐している場合には、この管理人が代わりに受け取って帰宅した住人に手渡すことも可能だが、超高層マンションともなると、住人の数が格段に増えて、 それらのやりとりが煩雑になったり、あるいは管理業務との兼ね合いが難しい、管理人を常駐させておくことができないなどの問題も発生する。こういった事情により、従来は郵便物を受け取るために設置されていたピジョンボックスを大型化したり、あるいは電子的な認証機構を備え、所定の部屋の住人向けの荷物は空いているボックスに荷物を入れると施錠され、 何らかの認証手段で取り出すことができるようになるというもの。集合住宅向けでは、部屋番号を入力するだけのタイプのものと、住民用のキーカードと併用するものが見られ、預け入れに際しては電票を発行するタイプが主流。預け入れと、所定ボックスの施錠の際には、宅配電票に受け取りのハンコを押す機能を備えた製品も見られる。またこの宅配ポストを逆方向に利用して、 宅配業者に預ける発送荷物をポストに預けて、業者に連絡、同ポストから業者が荷物を受け取って通常通りに、宅配するというもので、収荷と発送の代金は、インターネット経由での電子決済で支払いを済ませられるサービスも登場している。ただ、宅配ポストの存在を知らない配達人の場合は、せっかくの宅配ポストに気づいてもらえずに、 不在者病を投函されるといった行き違いが発生することもある。ありがとうございます。